自衛隊海外派遣。自衛隊海外派遣では、自衛隊の日本国外、海外への派遣について記す。日本は、1989年、平成元年の冷戦終結による緊張緩和、及び1991年、平成3年の初頭に勃発した湾岸戦争により、それまでの活動の枠を超えた積極的な国際協力を求められるようになり、 自衛隊ペルシャ湾派遣を契機に開始した。各自衛隊は設立当初より日本国憲法第9条の制約があり、選手防衛のための必要最小限度の実力として整備が進められた。海外展開能力はそれを超えるものとして敵視され、政府としても海外展開を行わないようにしてきた。発足直前の1954年、 昭和29年6月2日には参議院で自衛隊の海外出動をなさざることに関する決議、自衛隊の海外出動をしないことにする決議がなされた。1958年昭和33年には国際連合レバノン監視団アナジェルに停戦監視要員として自衛官10人の派遣を要請されるも自衛隊法や防衛庁設置法に抵触する恐れが あとして、要請を断っている。また、1967年、昭和42年の香港での暴動の際、海上自衛隊の護衛艦を派遣し法人を沖縄までピストン輸送する計画があり、当時の首相である佐藤英作も許可したとされるが、暴動の沈静化により立ち消えとなった。冷戦の後期になると、アメリカ軍に限った海外での共同演習が行われるようになり、 海上自衛隊が1980年、昭和55年から艦隊兵洋合同演習、リンパックに参加している。冷戦の終結や後継期を背景とした日本の海外進出の進展による国民意識の変化などもあり、1991年、平成3年に自衛隊の実任務として初めて総会部隊の自衛隊ペルシャ湾派遣を行うこととなる。これを講師に、 武力紛争に巻き込まれる恐れが少ない地域を中心に、救難、輸送、土木工事などの広報支援、兵団や、司令部要員などへ非武装ない死刑武装の要員、部隊を派遣するようになった。2015年、平成27年には、ソマリア沖海賊の対策部隊派遣の一環で、初めて訓練でない多国籍部隊の司令官、CTF-151 司令官として、 自衛官を海外派遣した。以後、2017年3月から6月、2018年3月から6月にも派遣し、合計3回となった。直接の戦闘は2018年現在に至るまで経験していない。統合幕僚幹部が設置されて、以降の海外派遣の運用は、統合幕僚幹部が担当することとなった。 これまでの自衛隊の海外派遣は、直接の武力行使を目的とせず、復興支援、地雷、嫌雷などの除去、災害救助、アメリカ軍の広報支援などを目的とする。また、1987年に国際緊急援助隊の派遣に関する法律が施行されたのに合わせて、国際緊急援助隊 JDR としても派遣される。 1992年に PKO 法成立と JDR 法改正により、紛争に起因する戦災が PKO それ以外の自然災害が JDR という区分になった。なお、国際緊急援助隊の救助チームは、災害救助の専門部隊を有する消防庁、警察庁、海上保安庁によって編成されており、国際緊急援助隊の自衛隊チームの任務は、 復興支援や医療支援、広報支援が任務である。自衛隊は災害派遣で災害救助を行うが、あくまでも災害現場での捜索救助は消防の専門であり、自衛隊の専門ではない。根拠となる法律及び成立の契機となった事件を記す。2006年、平成18年12月15日に成立した改正自衛隊法。 第3条の2などにより、海外派遣が、不随任務から、本来任務に格上げされた。日本政府は、中華人民共和国政府と共に、旧満州国地域、中国東北地方において、関東軍が遺棄したとされる、化学兵器の発掘、回収、処理を行っている。防衛省は、事業の日本側窓口である、内閣府域化学兵器処理担当室の依頼を受け、 陸上自衛隊の科学兵器担当官などを2000年、平成12年より、吉林省へ派遣している。2007年、平成19年に7目の派遣。業務内容は、砲弾の識別、砲弾の汚染の有無の確認、作業員の安全管理などである。2012年度から、東ティモールカンボジアで、非伝統的安全保障分野における派遣を開始した。今後、 東南アジアを中心に自衛官等を派遣する。自衛隊の海外派遣が検討されるようになったのは、1983年1月の中曽根康弘内閣である。この時、毎日新聞が行った世論調査では反対が7割を超えていた。この時、イラン・イラク戦争でのペルシャ湾の嫌い除去を行うという話もあったが、実現には至らなかった。その後、 イラクがクウェートに侵攻した直後も自衛隊の海外派遣は賛成が13%、反対は53%であり、反対が強かった。しかし、湾岸戦争突入後、世論は賛成に傾き、賛成48%、反対47%と賛成がわずかに上回るようになる。国会での議論の結果、自衛隊はペルシャ湾に派遣され、 99日間にわたり、総会活動を行い、日本の国際的評価を高めた。自衛隊の海外派遣が向上化し、定着した後は自衛隊の活動に対する評価も高まっており、内閣府が2012年1月に実施した世論調査では、自衛隊の国際平和協力活動について、大いに評価するが2.0%、ある程度評価するは55.4%と、 評価する意見は9割近くになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。